こんにちはフィフィです韓国がピンチです。人口が韓国の半分ほどしかない台湾に経済の面で抜かれました。これ正確には企業の業績のことです。台湾の上位100社の企業の時価総額と営業利益が韓国の100の大企業を追い越したことが分かりました。これは上場会社に関してです。 韓国の上位100の大企業の営業利益は2013年から18.8%のマイナスと20%近くも減っていますで。これに対して同じ時期に台湾の100の大企業の営業利益はなんとこの10年で136.6%も増えました。そして韓国を追い抜いたと報じられています。 また時価総額の方も韓国の100の大企業の時価総額は2013年から昨年の末までに90%近く増えてはいますが同じ時期に台湾の100の大企業の時価総額は205%も増えてこれまた韓国を上回りました。 これ、なぜ韓国が台湾に追い抜かれたかというと、特に台湾の半導体が頑張っているからです。韓国と台湾を代表するそれぞれの半導体の企業、サムスン電子と TSMC の時価総額と営業利益の推移が、その他の大企業にも影響を与えていると分析されています。 昨年末の韓国のサムスン電子と台湾の TSMC の時価総額ですが、やはり TSMC がサムスン電子を抜いています。10年前の2013年と比較すると、サムスン電子の時価総額はこの10年で31.9%増えましたが、台湾の TSMC はなんと571.4%も増えています。 また営業利益の方はサムスン電子が減っているのに対して台湾の TSMC は5倍にも増加しています2021年までは営業利益でサムスン電子が TSMC をリードしていたんですがここからガクッとサムスン電子の業績が悪くなってきました韓国と台湾はどちらも日本に統治された歴史を持ちます しかしそれを経験した韓国と台湾とではその後の日本との関係で大きな違いがあります。これを韓国とと台湾のの企業の現状例に説明すす。ることができます韓国は統治時代に日本から多くのものを学んだのにそこから自分たちで努力して成長することができませんでした。 日本から技術を学んで経済支援を受けた韓国はいつまでも日本におんぶに抱っこの状態です。経済が悪くなれば日本に助けてもらえばいいやと、まあ、そういう考えなんでしょう。でもそれでいて反日です。 韓国の経済成長を支えた日本に対して恩をあだで返すような態度です一方で台湾は日本から学んだことを生かしてどんどん成長していきました何より日本に対して常に友好的な姿勢です、まあ、やはり両者を比べると経済的に日本と協力関係が構築できるのは友好的で信頼できる相手です TSMC は半導体の製造では韓国と同じで半導体を受託生産するファウンドリーという分野です同じ分野なら外交の面でも協力的な国をより支援したいと思うのは当然のことですアメリカや日本が台湾の半導体を積極的に支援するのはそうした思いからです まただ、サムスンも創業家は新日で知られていますし、まあ世界的に見ても優秀な企業です。グローバル企業というのは、その国を代表しているとは言っても、もはや国籍にとらわれないマインドで活動しています。サムスンもそうなんですけど、日本とアメリカは韓国政府に信頼が置けません。これまでの政権は反日反米が露骨でした。しかもかなりの中国寄りでした。 まあ今のユン・ソン・ョル政権もどこまでその姿勢を変えてきたのかわかりません。今はまだ韓国が信用できないから、今のままで韓国経済を大きくするような経済支援には、アメリカも日本も慎重になっています。韓国は経済が絶好調になった途端、生意気な態度を取るからです。あと、韓国は経済支援してもうまくそれを活用していません。 例えば韓国企業の課題はクオリティの向上です。製品のクオリティの向上は企業の業績が良い時期のもう余裕のある時にするもんなんですね。しかし韓国はそれをしてきませんでした。クオリティを上げる術もタイミングもあったはずです。謙虚な姿勢で日本から学べることも多かったでしょう。 また韓国は自分たちで地道な研究を重ねて丁寧なものづくりに努めるということをしてきませんでした。もう日本とは対照的です。だからいつまで経っても韓国のクオリティはいまいち日本に追いつきません。で、今特に苦しいのは温安です。ただ今は円安でもあります。 なら日本も大変なのではとなりますが、日本はこの円安の恩恵を受けて企業の業績が絶好調です。クオリティの高い日本製品が円安で比較的に安く買えるから日本のものが海外でよく売れています。観光一つをとっても海外から日本に多くの外国人が来ますが、日本はクオリティの高いサービスを提供するので人気なんです。 日本の電化製品などをたくさん買い求める観光客もいるでしょう。でも悲惨なのは同じ通貨安の状況にある韓国です。韓国製品もウォン安で安くなっているのに海外で売れませんもともと安い韓国製品は、ウォン安でさらに価格が下がっても、日本との競争に負けてしまっています。 で、今、モン安の話をしましたけど、韓国やばいです。本当にモン安が止まりません。これ、中東情勢も影響しています。え韓国のメディアは、中東ショックと報じています。中東情勢が不安定なのと、ドル高の影響で、1ドル1400ウォンまでモン安が進みました。えそして、それと同時に、韓国の株価も急落しています。 イランがイスラエルを攻撃するなど中東情勢が不安定なことで原油の価格が高騰して韓国のインフレが長期化することや輸入する原材料価格の高騰に韓国の企業が対応できないだろうと判断されて韓国株が売られまくっています、まあ、日本も円安ですが韓国と違うのは韓国は利上げをしているのにも円安で日本は 利上げをしていないから円安です。利上げをしていなくて円安は当たり前ですが、利上げをしても円安はやばいんです。韓国は円安になっても韓国製品は売れないし、インフレが深刻になるだけでメリットはありません。だから金利を上げているんですが、それでも円安が進行しています。 ウォンに魅力がないからですしかも韓国はアメリカの金利との差を埋めようと立て続けに金利を上げたことで住宅ローンの金利も上がりました韓国は主要国で最も家計債務が大きくて増えるスピードも速い国ですそこに高い金利がのしかかって住宅ローンの返済で苦しい状況に追い込まれている国民が多くいます、まあ、ここまでの 副作用が出るのを覚悟で韓国銀行は利上げしたのに、それでも効果がなく、温安が止まりません。でももうこれ以上利上げすることもできません。当局が市場に介入するようと、ほのめかすも投資家から見向きもされない悲惨な状況です。韓国銀行の総裁も最近の温安について、もうあまりに行き過ぎだとの認識を示しました。もうこれもはや韓国銀行の悲鳴ですよね。 韓国は安全保障上日米にとって地政学的には重要なところに位置しています。中国と北朝鮮の脅威に日米が対応するためには韓国の存在は必要不可欠ですがそれはあくまで安全保障の面です。経済は別です。 まあ確かに、こんな日本を取り巻く国々の情勢が不安定な時に、韓国経済が潰れてしまっても迷惑ですから、まあある程度、もう最低限の経済支援を韓国にすることはあります。それはアメリカも同じです。ただ、韓国政府は何を勘違いしているのか、自分たちは日本やアメリカから必要とされていて、常に引っ張りだこだと勘違いしています。だから、わがままが通ると、 思い込んでいるのでしょう。でも、先ほどからお話ししているように、安全保障と経済とでは別です。やはり信頼できる友好的な国をサポートします。日本の国民もそれを望んでいます。もう反日をしているような国を日本が積極的に支援する義理はありません。韓国はなぜ自分たちが台湾に抜かれたのか、その原因とよく 向き合うべきでしょうさてここまでお話ししてきましたが皆さんはどうお感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せくださいそして PF チャンネルの登録もお願いします